太ももを細くしたい人は今日のストレッチをやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、スクワットをした時や太ももの前側がですね張りやすい人におすすめなストレッチを紹介します。一般的にですね、太ももの前側が張りやすい人はですね、スクワットをしてしまうと太くなる確率があるんですけども、まあ、今回のストレッチをねしっかり心がければですね、まあ、太くなりにくく、太ももを鍛えて痩せやすい体質を作ることができます。一般的にですね、前のもも、大腿四頭筋って言うんですけども、一般的に前のももと言ってもですね、筋肉は4箇所ありまして、その中の太ももの張りやすい部分、筋肉質に見られやすい部分っていうのがこの膝の内側のあたりになります。この辺がですね、ポコッとね筋肉がついてしまうとムキッとして見えるっていう太ももになります。ここの内側広筋っていうんですけども、この部分がですねポコッとしてなければですね、割とスクワットをしてももを鍛えてても割と細く見えます。というのも、膝の上の部分がスルンとしてる足っていうのはやはり綺麗な足に見えますから、ここがポコッとねクリンとこうついてると、やはり細い足でもちょっと筋肉質に見えて、まあ嫌な人はねスクワットをしなくなるっていう感じになりますんで、今回はそのこの部分ねをストレッチする方法を紹介します。はい、まずですね、普通に膝を折り曲げて寝っ転がるっていうところはですね、大腿直筋といって、ちょうどまっすぐのね大腿四頭筋の一部になります。まあ、ここももちろんストレッチは必要なんですけども、今回は内側のストレッチなので、足をですねちょっと横にします。で、このまま寝っ転がってもらって、寝っ転がると膝がね少し浮いちゃうので、反対の足であぐら組む感じです。で、押さえつけます。そしたら余ってる手で土踏まずを持ってですね、手で足をこっちに押す、体は上に引き伸ばすっていう感じで、ぐーっとこの内側広筋を伸ばしていきます。息を吐きながら5秒間いきます。で、少し休めて息を吸います。もう一度いきます。手はしっかりこっちで押さえます。はい、反対の足も一緒です。足を真後ろではなくちょっと横にですね折り曲げて、足で押さえて手で押す感じです。体はこっちとこっちに引っ張り合いこします。5秒間いきましょう。しっかりね、もものまっすぐの上側と内側が伸びてる感じを、感覚をね感じてください。もう一回いきます。ぐーっと手で押します。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。どうですか、もものね前側と内側伸びた感覚あるでしょうか。今みたいにですね、膝の内側のポコッとした部分っていうところをしっかり伸ばせばですね、ポコッとしない感じがしてきますんで、しっかり伸ばしてください。もちろんタイミングなんですけども、トレーニングをする前、そして後、どっちも大事です。男性はですね、筋トレ前とかストレッチをしちゃうと筋肉が緩んじゃいますんで、瞬発的な力がねちょっと遅れるので、男性はトレーニング前とかはあんまりストレッチをしません。ですがね、女性はですね筋肉を大きくしたくないので、エクササイズの前っていうところは絶対にストレッチをしてからエクササイズをしてください。女性は筋肉をつけるっていうイメージよりも、まあ、筋肉を使って痩せやすくするっていうイメージなので、もちろん筋肉がストレッチをすると筋肉がつかなくなるっていうわけでもないんですけども、大きくなりにくくなりますんで、まあ、必ずねエクササイズ前後はストレッチをしてください。あとは硬くなりやすい、張りやすいっていう部分は念入りにねストレッチを毎日心がけてください。で、今回のね内側広筋のここの部分のストレッチなんですけども、スクワットをしない人もですね、立ってるだけ座ってるだけでもやはり筋肉の硬い人はポコッとなっちゃいますんで、運動しない方もね、スクワットもちろんエクササイズに含めない方もできるだけやってください。
ということで今回はスクワットでも足が太くなりにくくするストレッチの紹介でした。よかったらね、グッドボタンやコメント、あとは SNS でシェアもよろしくお願いします。チャンネル登録してない方はよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。